コードネームプロジェクトヴィーナス。1990年のね、10月にセガの携帯ゲーム機ゲームギアが登場して、1993年にはメガドライブのね、廉価版メガドライブ2が登場しています。そしてその技術を応用してというのか使って、94年メガジェットがですね、まあ一般販売されました。そしてついにですよ、1995年10月ちょうど30年前になりますね。今年30周年。まあメガの名前は入っていませんが、ジェネシスノーマッド、ノーマッドですね、ついに待望の携帯メガドラとなってきたんでしょうか。ちなみにゲームギアは直接のねノーマッドの祖先にはなっていないようです。ゲームギアはその後キッズギアとなり、キッズコンピューターピコへと展開していったと言っていいんじゃないでしょうか。まあ最後にね、最後じゃないね、これから始まるんですよね、ノーマッドのスペックをもう変えちゃってあります。スペックはもうメガドラそのものですね。はい、今回はジェネシスノーマッドですね。まあセガと書いてある通り、セガがですねちゃんと公式にリリースしたものです。まあ残念ながら日本では発売になっていません。まずは本体左側に方向キーとスピーカーですね、そしてロゴが見えます。モードボタンとスタートボタンがついてますね。右側の方行くとゲームパッドでいうところの各種ボタンになります。 ABCXYZ となってますが、まん丸ではありませんね。そしてローバッテリーという LED がついてます。そして液晶がついたということで、単独でねプレイできるようになりました。 3.25 インチのカラースクリーンです。では本体の下の部分ですが、まず左側ボリュームボタンと、まあ、イヤホン端子ですね、まあ、通常のイヤホン端子が使えます。そしてコントローラー2と書いてあります。通コンをここに挿します。そしてブライトと書いてありますので、輝度を調節するのかな。で左側、左じゃないね、これ右ですね右側何もないですね。上、ここにですね AV アウトとなってます。ですのでねテレビとかに出力できますね。で右側の方行くと、まあ電源スイッチと AC アダプターですね。そしてここがカートリッジスロットになります。左側面何もないと。では裏返しにします。ドーンと、まあ特にないように見えますが、一応ねまずはここ、まあ、定番の型番だったり使う AC アダプターが書いてあります。まあ、MK2103 というのはですね、日本でいうと SA190 ですね。でここにですよ、まあなんかコネクターというか端子が出てます。でここに電池ボックスしかり、あのバッテリーパックをつけることになりますが、残念ながら今回はですね持っていません。ここからはちょっとね特徴を見ていきたいんですが、まずはですねこのボタンが楕円というのが一つ、ポイントでしょうか。若干ね押しにくいかなと。もうちょっとここは頑張って丸ボタンにしてほしかったなと思います。どうしても本体をね大きくしたくなかったと言えるんでしょうかね。まあなんか液晶を左にずらせばボタン丸くできたんじゃないかという素人考えがありますけどね。あとですね、実はこの本体って日本のメガドライブは基本的に動かないんですよね。動きません。まあこいつはちょっと中で、まあ、改造っぽいのをしてあるので日本のメガドライブ動作しますが、通常のものを購入すると動きません。そしてさらにですね、なんとカートリッジ刺さないというか刺さりにくいんですね。そもそもジェネシスに合わせて作ってありますので、日本のメガドラカートリッジは非常に刺さりにくい、入りにくい、もしくは
ソフトの形状によってはですよ、入らないというのもあるそうです。まあなんとかね、ポンポンポンと押し込むことで入るものもあります。ソニックは入りましたね。ただやっぱり入りにくいのと取りにくいという感じになります。もう本当ギチギチですね。まあちゃんとスムーズにやりたい方はここを削ってる人もいます。削るのは嫌だという人はおそらくメガキーなんていうのを使うとどうやら大丈夫なようなことが書いてありましたね。まあメガキー持ってないのでよくわかんないんですが、こんな感じで刺さるものは刺さります。確かバーチャルレーシングってカートリッジの形状が違ってましたよね。ああいうのは刺さんないかなと思います。ではバッテリーですが、標準でここにね電池パックがついてきますので、まあ全部で6本必要です。単三6本。そして駆動時間、ついに2時間になりましたゲームギアより減ってしまいましたね。もう一つ気になるのはですよ、よく見るとここフラットというか、何でしょう、少しずつこう傾斜がかかってですね、左側の縦の長さと右側の縦の長さ違うんですよね。ということは上の部分が水平ではないということで、カートリッジがちゃんとこうまっすぐ刺さってるかどうか分かりづらいんですよね。こんな感じになってます。わずかながら上がね傾斜してますよね。なんとも言えないデザインですね。では早速ですよ、電源を入れたいんですが、まあこいつ乾電池で今パックがありませんので、 AC アダプターで動かします。 SA190 の AC アダプターでいきます。スイッチオン。おー、つきました。あー、音はですね当然純正品ですのでバッチリ再現度ありますね。いやいやいや、ちょっとボリューム上げておきます。そしてね、液晶は本当にこうゲームギアと比較にならないぐらい美しいものを使ってますね。まあ現在の液晶と比較するのは酷ですが、当時としてはもうすごく美しいんじゃないでしょうか。ちょっとブライト変更してみます。まあちょうどいいところを見つけたらこのままねプレイしてもいいんじゃないかなと。そしてね、こうサウンドは非常に再現度が高いというか純正品ですので、まんまそのまんまですね。音痴ではありません。まあ残念ながら携帯モードというのかな、この状態ではモノラルです。イヤホン端子や AV アウトにするとステレオになります。ちょっとここからプレイしてみますけど、せっかくなんで音声はねステレオで再生できるようにしました。どうですかね、ステレオで聞こえてますかね。おっと、もうプレイ始まってますので、ちょっと集中していかないと。まあ何でしょう、現代の液晶と比べるとやっぱりまだねこうスクロールした時にさーっと流れてる感じで、アイテムなど見えなくなってしまう時がありますよね、どうしても。まあそれでもね、ゲームギアの時目を凝らしながらやっていたことを考えると非常に高品質な液晶になってるんじゃないかなと思います。特にね、ソニックなんかはもうスクロールが早いので、さーっとこう流れていっちゃうので、なんでしょうかね、リングとかなかなか見落としちゃったりしちゃうかなというのはありますね。まあね、当時1995年の携帯ゲーム機と見た場合、まあ段違いな、このね、性能の、段違いの性能の、液晶を積んでいたんじゃないかなと思いますよね。いや早い。
もうね、純正品なんで、こう CPU もサウンドチップも全くメガドラ2ですからね、非常にスピードも処理落ちも全くありません。素晴らしい、素晴らしいですが、でかいですねサウンドもね、グッドです。ノーマッド、非常にね、優れたマシンだとは思いますが、もうすでに発売から25年がね、経過しようとしています。まあいろんなところがもうボロボロになってる可能性もありますし、そもそもね、なかなか高い高価です。そしてまあそろそろ壊れちゃってもおかしくないような時間帯に来てますよね。まあとある場所ではですよ、いろいろ液晶なんかをね、乾燥したり改造をね、施してくれるところもあります。いや、そこまでという方はやはり先日紹介したね、 MD 互換機16ビットポケット MD で、はっきり言って十分ちゃ十分ですね。液晶もね、さらに綺麗になってますし、何よりも小さいんですよね。持ち運んで使える、そして何も考えずにメガドライブのソフトが動きます。まあ通常はこちらのポケット MD でいいんじゃないかなと思います。最後に重さを測ってみましたが、すでにノーマッド、電池外した状態でね、 500g です。それに対して電池とカセット挿した状態でポケット MD はね、この重さですはい、いかがだったでしょうか。ジェネシスノーマッドでしたけども、今携帯メガドラやりたいっていうんであれば、先ほどのねポケット MD でいいとは思いますが、そこはやっぱりセガ製じゃなきゃ嫌だという方はこのねノーマッド、まあ本当にね、日本では発売しませんでしたが、セガっぽいハードです。先ほどのポケット MD と比較して、こちらのノーマッドはちゃんとねイヤホン端子からステレオサウンドが流れています。ちょっとね、発売時期が次世代機戦争真っ只中、タイミング的にはちょっとね辛い時期でしたね。それでも100万台ぐらいは市場に出てるようです。では良い週末を。